ぼやっとしてる感じです、まだ。はい。体は結構来てたんで、はい、3日間ぐらいもうほとんど動けなかったです、外。激動のシーズンを戦い終えたチーム最年長の和田投手、今シーズンは17試合に登板し、史上50人目の日本通算150勝を達成、通算奪三振の球団記録も塗り替えました。ただ本人は、そこに関してはまあ良かったとは思いますけど、やっぱね、本当自分だけの喜びなので、あんまりそれは、ね、楽しいことではないので、今年優勝してね、日本一になってのタイトルだったらね、あ、その対それがやっぱりチームに、貢献できたなと思えるんですけど、5月29日の広島戦では自己最速となる149キロをマークするなど、41歳の現在でも進化を続ける和田投手、オフの期間は体を強くすることをテーマに掲げます。後半ほとんど5イニングで終わったので、まあ、それを、ね、少しでも伸ばせるようにしたいなと思いますし、年齢もやっぱ上がりますし、まあ、怪我のリスクもどんどん増えていきますし、はい、まあ、体は強くしていかないといけないなと。和田投手といえば、2011年に海外 FA 権を行使し、メジャーでもプレー、来シーズンメジャーでの挑戦を明言した千賀投手についても話してくれました。ずっと彼の、ね、夢であったことは、ね、僕も聞いてましたし、より、ね、あの彼にとっての高みを目指すという意味でも、ね、まあ、僕もそういう時期もありましたし、まあ、そういう自分もそういう気持ちで、ね、野球に取り組んでたところもあったので、まあ、ほんの彼の気持ちも分かりますし、まあ、彼の人生でもあるので、はい、まあ、チームにとってやっぱりね、彼がいなくなるのは大きな痛手だと思いますし、まあ、自分も当時そういうふうに思ってもらえてたのかなと、はい、今になってその時の、ね、チームの気持ちよく分かります。来シーズンはプロ21年目を迎える和田投手、さらなる進化を求めてオフのトレーニングに臨みます。